幕張新駅は、千葉県千葉市三浜区浜田2丁目に建設中の、東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅名は未定で、JR 東日本は、幕張新都心拡大築新駅の仮称を用いており、正式名称は、駅名工募を経て、幕張新都心拡大築新駅設置協議会と、JR 東日本から公表される予定としている。京葉線新奈良市の駅と、 海浜幕張駅のほぼ中間、イオンモール幕張新都心近くに建設中の西岸駅である。2020年5月15日に JR 東日本が工事着手を正式発表した。千葉県内では2010年に成田市で開業した成田湯川駅以来、京葉線内では1990年に開業した八丁堀駅や越中島駅、 潮見駅の3駅以来の新駅となる見込み。JR 東日本が事業主体となって設計、施行を行い、JR 東日本が事業費の1、6、イオンモール、千葉県、千葉市で結成する幕張新都心拡大築新駅設置協議会が5、6を分担することで基本協定が締結されている。JR 東日本は西岸駅の建設費については、 原則を応じていなかったが、資金負担をしてでも十分投資に見合うとして、負担に合意した。建設計画地は、鉄道用地の他は主に県有地と、私有地のバスターミナルからなる。協議会は、新駅の1日平均の利用者数を1万6000人と、見込んでいる。千葉市三浜区から、奈良市の市にかけての京葉線沿線に広がる、幕張新都市員は、 千葉県企業庁が主導して、造成、開発を行ってきた、新都心、ニュータウン地区であるが、最寄り駅が、地区の東側にある海浜幕張駅しかなく、加えて、同駅の周辺に幕張メッセや千葉、マリンスタジアムなどの大規模集客施設が建設され、混雑は年々悪化している状態であった。この状況を受け、千葉県では1991年以降、 JR 東日本に新駅設置を要請。JR 東日本は新駅予定地の確保と設置費用の全額負担を前提とした駅設置促進規制同盟の設立を条件としたため、1994年には周辺の進出企業を構成員とした新駅設置促進規制同盟準備会を立ち上げて JR 東日本と間で協議を続けてきたが、 バブル崩壊後の長引く景気低迷で予定地周辺の開発が停滞したことを理由に2998年以降は活動休止状態となり新駅構想は一旦立ち消えになった。その後2013年12月に幕張新都心西側に4モール幕張新都心がオープンしたことや幕張メッセが2020年東京オリンピックパラリンピックの競技会場に 選ばれたこと、若葉住宅地区で居住人口1万人規模の街づくりが計画されることなど、将来的に交流、居住人口の増加が見込まれるため、新駅設置促進規制同盟準備会の再開が検討され、2016年に千葉県企業庁、千葉市、奈良市の市、イオンモールの4社で幕張新都心拡大地区新駅設置調査会を設置。同調査会が、 JR 東日本に新駅設置にかかる基本調査を依頼し、2017年1月に JR 東日本から外算事業費約130億円、後期6年という回答を得た。これを受けて調査会の4社は新駅設置費用の負担割合を検討する。 幕張新都心拡大地区新駅設置協議会への移行を検討するが、奈良市の市が2017年9月に行われた定例議会において、新駅の費用負担はしない方針を表明したため、奈良市は市離脱し、残る3社で協議会を設立。2018年1月12日に JR 東日本に正式要請を行い、同年4月20日に JR 東日本と、 基本協定書を締結した。当初は、概算事業費は126億円程度、2024年度の完成及び開業が予定されていたが、詳細設計が完了した部分から工事に着手するなど試行手順を大幅に見直し、工期の短縮ができる見通しが立ったことから、2023年春の開業を目指している。事業費についても、駅舎設備の見直し等により、 事業費の縮減が見込まれるという。なお、駅の南北を結ぶ自由通路も、基本調査と同時に調査を行っており、概算工事費、約50億円、後期約7年と見積もられている。自由通路は建設費が高額でありながら、多くの利用者が見込めないことから、将来的に整備することとして、駅舎と同時期の整備は見送られている。駅名について、当初は、 一般公募は行わず、協議会の意向を参考に、JR 東日本が決めるとしていた。その後、JR 東日本は2021年6月に、千葉市在住、または在勤、在学者を対象に駅名を募集することを2021年5月28日に発表した。JR 東日本管内で駅名を公募するのは2020年3月に開業した。 高輪ゲートウェイ駅以来2例目となる。募集の締め切り後に駅名としてふさわしい案を JR 東日本地支社にて選考をした上で協議会が決定し2021年秋頃に発表する予定としている。なお、高輪ゲートウェイの駅名公募の時と同様、応募数が一番多い名称がそのまま採用されるとは限らないとしている。 ホームは重量編成に対応する長さ約210メートルの端式ホーム2面2線を有する構造が予定されている。2020年10月30日に公表された事業進捗状況によれば、複線の内側に下り専用の地平端式ホームと上り専用の高架端式ホームが設けられる構造になっているが、これは付近に京葉線や武蔵野線で走る車両が所属する。 軽容車両センターがあり、分岐する車両センターへの引っ込め線が上り線に支障しないように立体交差する構想で建設されたことから下り線が地平、上り線は高果となっているためとされている。鉄骨造り平屋建ての駅舎が海側に設置される。ゆったりとした時間が流れる新しい駅をコンセプトに明るく開放的かつ幅広い世代が集まる公園をイメージしている。 駅北側へとつながる自由通路は、新駅の東側に駅舎とは、独立して設置することが想定されている。協議会の資料によれば、駅は、4モール幕張新都心生誕のファミリーモールの裏側にある2つのロータリーの間に設置される予定とされている。駅前広場は海側に設置され、当駅開業と同時期の利用開始を目指して、千葉市によって、 整備事業が進められている。駅舎予定地の先には、イオンモール、コストコホールセールなどといった商業施設のほか、日本通運千葉中央支店、UD トラックスなどの物流や大型車の拠点がある。駅予定地西側にはパナソニックが、車有地に整備した公園である桜広場が位置している。一方、京葉線、 軽用車両センターを挟んだ北側には、千葉運転免許センターや浜田公園、主に中小の運送業を中心としたトラックや、商用車の流通拠点がある。なお、現状では、駅予定地付近から、駅北側に抜けられる道路がなく、イオンモールの東端の先、浜田川沿いまで大回りする必要がある。出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。